マレー・ラインスターは、アメリカ合衆国の SF 作家。代表作は、ファーストコンタクトテーマの古典的傑作、最初の接触など。1956年、ロボット植民地で、9号賞短編小説部門を受賞。バージニア州生まれ。正の日本語表記は、ラインスターが普通だが稀に、レンスターとも書かれる。別名のウィルカイ・ジェンキンズでも知られる。 ラインスターの経歴は第一次大戦前にフリーランスの作家として始まった。彼が最初の作品ザ・ホリナーを文学雑誌スマートセットに発表したのは20歳の誕生日を迎える2ヶ月前のことであった。続く3年間今日でラインスターは同志20以上の第一次大戦中及び戦後にはアーゴシーをはじめとするパルプマガジンに寄稿した。 1920年代、パルプマガジンが多様なジャンルに専門文化し始めると、ラインスターは各紙に合わせた多様な作品を書くようになった。ラインスターの最初の SF 作品は、短編ザ・ラナウェイ・スカイ・スクレーパーで、アーゴシー191919 19年2月22日号に掲載された。この作品は、ヒューゴー・ガーンズバックによる世界初の SF 雑誌、 アメージングストーリーズの1926年6月号に再掲載された。1930年代には数編の SF 短編やシリーズものをアメージング誌とアスタウンディング誌に発表した。彼はディテクティブフィクションウィークリーやスマッシングウエスタンのような他のジャンルのパルプ誌にも寄稿を続けた。コリアーやエスクアイア誌にも登場したことがある。ラインスターは パラレルワールドというアイデアの発明ものだとされている。ジャック・ウィリアムスンが工事軍団を発表する4年前に、ラインスターは短編、ジノはキメチを発表している。すでに改変歴史世界という概念は存在していたが、おそらくこれは現代 SF において、パラレルワールドという概念が現れた最初の例であった。ラインスターの示した時間的異常振動というビジョンは、 他の作家たちに長年にわたって影響を与え続けた。例として、アイザック・アシモフの住宅難赤の女王のレース永遠の終わりが挙げられる。1945年の中編最初の接触は SF において万能翻訳機が登場する最初の例の一つだと信じられている。ラインスターは初期の SF 作家としては高い品質を要求される。 ジョン・ダブル・キャンベル時代までを生き延びた数少ない作家の一人である。アスタウンディング氏におけるラインスターの活動は1930年1月号に始まり36年後の1966年11月号にクォランティーン・ワールドを掲載するまで続いた。1946年の短編ジョーという名のロジックはコンピュータの描写を含む 最初期のフィクションの一つである。この作品中で、ラインスターは時代に数十年も先んじて、インターネットを思い描いている。彼は、ロジックが各家庭に備え付けられ、サーバ軍による分散システムを通して接続され、コミュニケーション、エンターテイメント、データへのアクセス、小取引に活用される様を描いた。ラインスターは、ある登場人物に、ロジックが文明なんだ。 とのセリフを言わせている。第二次大戦後、ラインスターの名とパルプマガジンが共に古びたとき、彼は、ウィリアム・フィッツ・ジェラルドか、ウィル・カイ・ジェンキンズの名義を使うようになった。ラインスターは1950年代、60年代にも、創作を続けた。その作品は、ギャラクシー誌や、カイ &SF 誌、そして、サタデイイブニング・ポストに掲載された。彼は、 ロボット植民地で1956年度、9号賞短編小説部門を受賞した。ラインスターの作家歴は、SF テレビドラマメ e n Into Space、タイムトンネル、巨人の惑星のノベライズで締めくくられた。彼は、生涯に短編や論説を1500以上、映画脚本を14、ラジオ及びテレビの脚本を数百、手掛けた。バージニア州ノーフォーク出身。本名、 ウィリアム・フッツ・ジェラルド・ジェンキンズ。先祖はアイルランドのレンスターに羊を持つ。科学者死亡だったが、世紀の教育は8年間しか受けられずに終わった。1909年には自作のグライダーで滑空に成功し、賞を受けている。ラインスターのペンネームを使い始めたのは SF 雑誌ごときに関わるならなお汚さぬため編名を使うよう。 文学雑誌の編集者から忠告されたのが理由である。第一次世界大戦中は広報委員会及び陸軍に勤めた。1921年、彼はマリー・マンドラという女性と結婚し、4人の娘を設けた。第二次世界大戦では戦時情報局に勤務。2000年、ラインスターの遺族たちはパラマウント映画を告訴した。 彼らは映画スター・トレック・ファースト・コンタクトがラインスターの最初の接触の商標権を侵害していると主張した。合衆国地方裁判所は訴訟を却下した。控訴も却下された。ラインスターは特殊効果に使われるフロントプロジェクションエフェクトの発明者であるルイーザ・カーターリー名義他に未約短編集多数。例、福島正美編。 地と次元の彼方から引く海外 SF 傑作戦1高段社文庫 BX 1975年0ブライアン・アッシュ山野光一 SF 百科図鑑三里を1978年大森臨む徳森、SF 翻訳講座研究者2006年 A.B. スミスカーティス C トゥエンティースセンチュリーサイエンスフィクションライターズニューヨーク ストリート、マーティンズ、ピアニッシモ、325-327、32 ISBN0312824203、山本博史編、火星ノンストップ、早川処房2005年7月、P66、ISBN4 から15から208,651から、3、ヒックローダス、ヒズサルタバイロバート・シルバーバーグ、アシモフ、S サイエンス・フィクション、ジャニュアリー2009、 ページ6、小西博士役、ジョーという名のロジックより引用、ジェンキンス、ウィル、F ・エフ、エロジックネームとジョー、アスタウンディング37、139、155、星野田正宏、マレーラインスターその人と、作品、世界 SF 全集11巻末、エステート・オブ・ウィリアム会、ジェンキンス・ブイパラマウント・ピクチャーズ・コープ、90回サップ、2D706、ノー、 ファーストコンタクトロースートトレックトゥデイ、エイプリル32000アクセストノベンバー 22008HJ755 ウィルカイジェンキンスデイ、デシグネティングアズジュン272009リッチモンドサンライトフェブラリー232009アクセストフェブラリー232009ありがとうございます。